お疲れ様です。最近ですね、話題にしているクリプト AI ロボの暗号通貨、個別銘柄のことですけども、前回の放送でお届けした通り、ピークは過ぎたというふうに言いましたね。前回の動画で、ここから購入するのはお勧めしないよというふうに申し上げましたが、ご覧のように価格は下がり始めています。まあ、利覚する人が出てくれば、当然価格が下がりますんでね。えー、ここで私も、 クリプト AI ロボ、暗号 AI ロボの放送は一旦終了ということにさせていただきます。えー、マックスが160円を超えたあたりだったんですけども、162円。ここが最高値で突出してますよね。であとは、なだらかになっていってるんですけども、価格はどんどん落ちていくのかなと思います。まあ、あの、55万倍というところでね、ここ3日間で相当な急騰を見せたわけですけども、 波が引くのも早いということでございます。深追いは禁物です。3ヶ月で見てみます。はい。ここ数日で一気に上がって、そして収束していったってことがわかりますね。えー、もちろん今後ね、何がしかの資金が入って、162円以上の価格をつけることがないとは言いませんけども、まあ、このクリプトエアエルボー、 どんな目的で使われているのかによって判断されてください。えー、こちらの方にもね、いろいろと評価が出ています。えー、価格のパフォーマンスなんてのも出てますね。まあ、あまり難しくといっても多分、値上がりとか、送り人にしか興味がない方は、あんまり聞きたいことではないかもしれませんね。でも大事なのはね、ここにどんな意図を持って、どんな資金が、誰から 集中してくるかってことが分かりますかってことなんですよ。少なくとも、どっかの ICO のね、プロモーションみたいに、少ない金額で爆撃を狙う人向けの、まあ、情報ではないってことは分かりだと思います。まさに、暗号通貨で未来を充実させたいとかね、未来の扉を開きたいという公益の目的を持った人の資金の集まりが、この価格を作るってことなんですよ。 あの、クリプト AI ロボに関しましては、実は、先月ですね、クローズドなコミュニティで解説をしたところなんですけども、そこで仕込んだ方もいらっしゃるんじゃないですかまあ私は別に追跡調査してませんけども、例えば、その時に1万円クリプト AI ロボを買ってた方は、今、50億円の資産持ちだと思います。ね。どうでしょうかね。やっぱり、送り人って本当にあるってことがわかるでしょ で、このようにですね2024年は1か月に1個をメドに注目の暗号通貨を紹介してきました1月2月3月と、まあ、こちらの方はね、えーまあ、順調に値段を上げていったわけですけども1月に紹介した柴犬コインっていうのはね、えー、まだ値上がりはしてるんですけども、まあ、50万倍には遠く及ばずに、まあ、数倍ってとこでしたね まあでも、資産が数ヶ月で数倍になるのも、すごいことだと思いますよ。まあ投資ってのは、第一に、資金が減ってしまえば、投資の失敗ということになりますし、いやおなく、長期ということになりますけども、それは塩漬けも同然です。うん、やっぱり人が注目してない時に、資金を投げて、そして徐々に注目されるようになって、一気にブレイクする。そしてブレイクした時に、ピークアウトを読んで、 撤退ししていいくこの繰りり返しで成り立つと思います今回のクリプト AI ロボも昨日ですね利確をされた方が今富を築いているんじゃないかなと思いますね深追いしたり昨日購入した方っていうのは実は同じクリプト AI ロボという暗号通貨仮想通貨に関わっていらっしゃるのに今含み損を持ってるはずですだから注目されてからで遅いんですよね で、この動画を撮って再生数が10万回とか100万回回ってるわけではありません。知られてない暗号通貨の中でこっそりと億万長者が生まれて人に知られないまんまこのクリプトエアロボもまた闇に消えていく。そんな感じじゃないですかね。現在ランキングは93位です。もうね、93位ぐらいになったら知られないコインになりますからね。上位30ぐらいがやっとだと思います。じゃあコイン結構見て まとめていきましょう上場コインが14,624取引所の数が増えずに1,177ですビットコインのドミネーションが53.7で若干増えてイーサリアムが変わらずに14.1はいね今となってはクリプト AI ロボも100%ということなんで昨日とあんまり変わってないよねっていう金額で目立たないコインですこれをだから3日前に11万倍で見れたかどうかってことがポイントなんですよ だから毎日、ここを見なくちゃいけないでしょ。あとは、ここに出始めたらもう遅いんですよ。<laughs> ここに出る前に、ランキングの、100位あたりをね、見れますかってことです。ほら、クリプト AI ロボね、ここにいるでしょ。その他にも似たような動きをしているコイン。SATS。これについてはどうでしたかそれから、マリネステイクソル。ね。 これ、ご存知でしたこういったところにも利益が潜んでるんですよね。有名な EOS とかね。それから、えー、コア、ヘリウム。うん、その他ね。ランキングが100位以内に入っていても、結構ね、名前だけ売れてる暗号通貨ってあるんですよ。クロノスってのもそうですね。ファイルコインも、随分と、名を轟かしました。イーサリアムクラシックって有名でしょ でも、これで儲かったって人、あんまり聞かないですね。モデルもそうですね、うん。はい。そして、私たちは、ランキング30位以内のコインでも、結構ね、知らないのがあります。ライトコインやポリゴンは有名ですけども、大ってご存じないでしょ、うん、水田模様って知ってますチェーンリンク、ご存知です。ウエス、ご存知です。ね、シュバイにも今、ランキングずいぶん落ちてきましたけども、 まあ芝居のイーロンマスクさんのおかげでね、有名になりましたけども、これなんてご存知ですか体のと並ぶようなランキングにいるのに、多分多くの方知らないんじゃないですかね。そうなってくると、ランキングで本当に狙うべき500位とかね、600位とかね、300まで降りてみましょうか。あれ ?300 まで降りませんね。まあいいや。うーん、ぐーっと見ていって、 あ300まで来,来ましたねランキング300プレイフカコイン調和ハーモニー、うん、パール AI、ね、ご存知ないですよねでもこの辺りも価格かなり高騰してるんですよ はいということでね、暗号通貨をどの順番で学べばいいのかとかね、どこから順番に見ていけばいいのか、それから見るべきランキングサイドはどこなのか、私はコインゲッコ一押ししてますけども、コインマーケットキャップでもね、悪くないと思いますよ。まあ、要は公開された情報を見抜く目があるかどうかなんですよ。極秘情報が入ってくることを待っていればね、ずっと振り回されるわけですよ。公開されている情報で、十分投資はやっていきます。それでは。